どこかな。俺を探してる。見つけた。あなた本当に面白いね。いや、何それ、捕まったら言いなりになるゲームなのかな。怒った、怒っちゃった。なんかね、あなたに構ってもらうと楽しくなっちゃうの。こんな気持ちになったのは初めて。あなたのこと、もっと知りたくなっちゃった。はーい。あなたは、ブラックショアが指名したターゲットなんだよ。そう。私はブラックショアの花持ち。この黒い花は、花持ちの証。世界を救う責任と使命だったかな。そんな感じのやつ。目的ね。賢人をたくさん集めて救世を果たす、だっけ。どう？興味ある？私は興味ないよ。だってそんなの楽しくないもん。私はね、強いやつを追っかけて戦って、それでボコボコにしたい。自由気ままに、欲望に忠実にって。本当はやりたいけど、その前に仕事もこなさなきゃね。庭には無数の種があるの。その中でもあなたは特別。私はそんな種を守って育てるのが仕事で、実った果実が売れたらこの手でもぎ取って食べ尽くすの。その冷たい口調も素敵。またいじめたくなっちゃう。冗談。とにかく私は特に危害を加えるつもりはない。むしろ逆。しつこい虫けらを払ってあげたのは私なんだよ。だからフラクトシデスなんかと一緒にしないで。あんな連中の立場なんてどうでもいいけど、私のお気に入りにちょっかい出すんだったら容赦しない。それに奴ら、少しからかっただけであんなに逃げ惑うなんてつまんない。あれ、気づかなかった？あの竜の小娘とのデートで何も起こらなかったのは、私がフラクトシデスの奴らと遊んでたからなんだよ。ねえ、こんなに答えてあげたんだから、そろそろ私の番じゃない？いや、別に知りたいことはないよ。ただそんな目で見つめられたら、何でもない。とにかく私はこれからもあなたをお世話し続けるわ。何よりも特別な、大切な種だから。それにあなたからは懐かしい匂いがする。次はもっとしっかり逃げてよね。早い。